人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワサリグルビッシュです。今回は機動戦士ガンダムクロスディメンション0079の続きをプレイしていきたいと思います。前回は悪戦苦闘の末、ドゥズルのビグ様を撃破しました。今回はいよいよララーのエルメス、そしてシャー・ゲルググとの戦いになりそうな感じがしますね。で、使い物にならなかったハヤトなんですけども、少しだけレベリングしました。これでちょっとは使えるかなと思います。アムロのガンダムが突出しているというのがあるので、この後もですね、カイのガンキャノン、そしてハヤトのガンキャノン、この二つの機体、レベリングはね、しっかりしていきたいと思います。アムロはレベル22まで上がりましたね。エネルギーパックをちょっと多めに持っていきます。もうなかなかアムロはレベル上がるというのも難しくなってきてるフェーズかなと思いますので。で、カイはレベル13ですね。エネルギーパックとマガジンを、一つずつ持っていきましょう。レベル13のカイ。そしてハヤト、レベル11になってますね。ハヤトもマガジンとエネルギーパック一個ずつ持って出撃しましょう。ではこれでステージ開始していきます。前回、スレッガーさんが、ビグザムに特攻して、戦死してますので、このステージからは、ハヤトのガンキャノン、カイのガンキャノン、そしてアムロのガンダム、サポートとしてセイラさんのコブスターという編成になります。残りのステージがあと、この、第12話を合わせて、2つ。13話までだ、ということのようなので、12、13と残ってる状態ですね。では、早速、敵が見えてますので、いきなりマガジンを使っちゃいますけども、このドームに攻撃を仕掛けていきましょう。ハヤトのガンキャノンですね。60ぐらいのダメージが与えられるようになってきたので、多少余裕が、出てきたのかなという感じはありますよね。なので、まずはハヤト、続いてカイという感じで、舞台をね、出撃させていきたいかなと思います。この辺りはしっかりレベリングしながらですね。で、レベルが上がるとですね、アイテムの補充ができるので、なんとかレベルを上げながら前に進んで、アイテムを補充しながら、いい循環をしていければいいのかなと思うんですけど、もうここまで来ると特にアムロのガンダムはレベルがほとんど上がらない。で、カイとハヤトもですね、敵が強すぎて、まともにぶつかってるとですね、レベルが上がる前に、弾切れになったり、あるいはもうそもそも損傷が広がりすぎて、継戦不可能という状態になっていくので、このあたりはですね、バランス見ながら、レベル上げてもう無理になったら、と言ってるところでレベルが上がりましたね。諦めも大事かなというふうには思います。ちょっとエネルギーパック、これ以上分にならなそうな。で、こんな感じで出撃しましょう。ちょっともったいなかったですかね。レベルが上がるタイミングがね。
ではこんな感じで、まずはシャーゲルググの発見を急ぎたいと思います。彼もレベル、まあ、14に上がったので、15ぐらいまではね、なんとか上がってほしいなぁなんて思うんですけどね。ここゲルググですね。まあ、すでに、ね、ジオンの方はゲルググを前線に投入してきてますが、まあ、一方で、まあ、ザクもいれば、まあ、ドーンもいるという状態ですね。まあ、確かにゲルギグは強くてですね、このピンポイント攻撃、まあ、2回で倒せるかなというところですね。いきなりシャーゲルグがいる。どんくらい食らうんだろう。めっちゃ食らってるけどな。229と。やばいな、229は。しかも見失ったしな、どこにいんだろう。うまくかわしてくれてるけど。まぁ、ちょっとここで、ライフルの弾使うのもったいないけど、ザクを倒すために。ライフルに使いましょう。お、ザクはやっぱり一回で倒せるか。さあ、シャーゲルグはどこにいる？ザクギャラ倒せないとシャーゲルグってなかなか交戦という状態にならなそうですね。いた！あんなところにいやがった。105か。なーに！さらに連続攻撃！死ぬぞ、これ。なんとか持ったか。ピンポイント攻撃攻めて浴びせて、ダメージを取りたい。全然だ。死んだ。カイが死んだ。まあ、ただ、シャーゲルググのいる場所は分かったので、ちょっとじゃあ、そこに急行させましょう。次は、ハヤトに向かってもらおう。で、最後、ガンダム出しましょうかね。何？ハヤトは、たどり着けなかった。まあ、ハヤトと、そうだなぁ。カイも、もうちょっとレベル上げないと、ここから先の戦いには、そもそも、ついていくのすら、まあ、至難の技という感じもしますね。まあ、アムロは今レベルが22なんで、まあ、こんくらいあるとですね、まあ、割と落ち着いて対処できるのかなっていう感じもするんですけどね。まあ、ただ、レベルは高ければ高いほど、少なくともこのゲームは良さそうなんで、アムロに関しては、もうちょっとレベルを上げてもいいかなっていう感じがしますね。さあ、ではちょっとこのドームは無視して先に進んじゃいましょう。ここにシャアがいるはず。ザコキャラ相手でもそれなりにダメージは食らうからな。シャアがいない。どこにいるんだ。シャアとの戦いの前に、あまりダメージを受けたくないので。いた！あそこにシャアがいた。まあ、アムロのガンダムといえども、先ほどカイを倒した時のような、シャアのこの一撃を食らうと、大ダメージは必須。ね、必須なんで。ミスかい。逃げられたか。このパターンだと、どこに逃げたかわかんないので、その捜索がね、結構大変なんですよね。ちょっと捜索しながら進みましょうか。
しかもあそこにエネルギーパックがある。でも連続攻撃がきついよな、まあ、意味があるのかどうかわからないですけど、側面に回り込みましょう。101、せっかくのエネルギーパックなので、ちょっと先にエネルギーパック使ってから回収します。さあどこにいるかわからないシャアをまた探索しましょう。この間できるだけ敵との対敵は防ぎたいですけど、一方でレベリングしたいっていう思いもあるので、ちょっとそのバランス感覚が難しいから。いた、いきなり現れたな。どんくらい食らうんだろう。めっちゃ食らいそうだけど、これミスだ。めっちゃありがてえ。背中を向けたシャ、届かない、微妙に届かない。もうちょっとあれだな、レベルを上げて、移動距離を稼がないとシャアの機動力についていけてないですね。これで200ですかね、ダメージを取ってね。ちょっとマップ探索して、エネルギーパックもしくはマガジンが落ちてないかだけ、下落ちてないですね、1個だけかな。じゃあまたシャアを探索しに向かいます。いた、ここにいたな。多分ね、詰めてくると思うんですよね、格闘で。やっぱり詰めてきた。よし、ミスってくれた。しかも距離的には17100。さあまた探索しましょう。もう探索するだけで結構エネルギー使うからな。いた、本分消失鬼物だな。めっちゃ食らいそうだけどミスってくれた。で、シャーゲルを追う。届かないな。まあ、ここはザクを蹴散らしておくか。あわよくばレベルが上がってくれれば一番嬉しいので。食らう。この距離で食らうとね、結構届かないんだよな、シャーゲルグーグまで。こんな感じで。これが一番良くないので、間合いはもうちょっと考えた方がいいかな。アイテムでエネルギーパックを使い、でアタックでクローズ、クローズが使えないか。しょうがない。まあ意味があるかどうか謎ですけど、背後に回り込んで一撃を食らせましょう。ミスター。さあまたじゃあちょっと探索しに行きますか。敵との快適は。できるだけ減らしながら進みます。いた、くらえ。もう結構ダメージ与えたので、そろそろなんかね、あっても良さそうなんですけどね、イベントがね。またここにいたか。結構近くにいるな。届かない。なんとかレベル上げて、もっとシャアに接近できる力が欲しいな。まだか。まだこの追いかけっこが続きますね。いた。さあどこに消えた。いた、届くか、届かない。ちょっとミスって一発無駄に食らっちゃったかな。さあ、お、イベントだな。アムロララ、これでイベントになりそうだな。お、セイラさんだ。行ってもダメ。お、ここにエルメスがいるな。ちょっとこのエルメスとの戦闘なんですけども、先に、この周りにいるビッ
ットを倒さないといけないという情報だったので、ちょっとビットを攻撃しちゃいましょう。ちょっと怖いのが、結構遠距離から撃ってくんな。どんくらいダメージ食らうんだろう。19。大して食らわないけど、合計で100ぐらいは食らってんな。ちょっと怖いので一回回復します。いいわ。このビットは、格闘が全然効かないビットだよ。あんまり、ライフルは使いたくないんですけど、しょうがないですね。で、エルメス本体を攻撃するには、先に、ビットを全部撃破する必要があるそうなんで、ここもちょっと一旦ライフルを使ってこの目の前のビットを倒しましょう。いや結構食らうなぁ。エネルギーパックの残りが1個しか残ってないので、なんかね、効率よくビットが集中してくれてたりすると、案外、サクッと倒せたりするのかもしれないんですけど。うわ、これも効かないパターンだ。いやー、マガジンの残弾があんまりないからなー。とはいえ、もうピンポイント攻撃で倒すしかないですね。レベルが上がってくれれば、もう大助かりなんですけどね。うわ、今度こいつが効かないやつか。もったいなかったなぁ。しかもね、ビットとこの攻撃のレンジの広さがすごい。ビットを倒して、あのビットが効かないビットだったよな。てか、ビットのこの移動距離と攻撃レンジの広さ、やばいな、これ。ずっとね、敵のこの攻撃をひたすら受けてるという感じなので。うわ、これ効かないビットだったよ。さあ、もうマガジンの残弾がない。エネルギーパック3つ持ってきたんですけど、マガジン1個あってもよかったかな。さあ、ララーから名言が出て、あとは、ビットを蹴散らして、エルメス本体、もしくは、シャーゲル戦に入りたい。本当にそろそろアンブルのレベル上がらないと、やばいな。最後のエネルギーパック使って、敵が距離を詰めてきたら戦いたいんだけどな。ちょっと遠すぎるな。
今、視認できるビットがあと3つですかね。こちらのマガジンの残弾はもうほとんど残ってないんで。うわ。よりによってこのビットが格闘が効かないビットだわ。格闘が効かないビットとか、ちょっとどういうビットなんだろう。バリカン攻撃は効くんだな、ちゃんとね。まあ、バルカンで仕留めるしかないからな、こうなったら。うわ、逃げられた。逃げられるとどっちがどのビットだったかってもうわかんないからな。結構攻撃仕掛けてくんなぁ。さあ、どのビットがバルカン当てないといけないかがわかんないので、ちょっとここは、賭けだ。23。あいつがダメなビットだったか。ただそれが分かったので、右にいるビットには、まあ、バルカン攻撃で仕掛けましょう。今画面の下側にいるビットですね。なので、まずこいつを死んで。うわ、こいつも効かないビットだ。いや、本当にやばい。これは、ちょっとレベルが上がってくんないと、積んだ感じがある。頼む、レベル上がってくれ。ちょっと次は本当に、マガジンの残弾を増やして戻っていきましょうか。まあ、あとは、カイとハヤトだな。レベル上がってくんなかったか。レベル上がってほしかったけど、しょうがないな。起死回生のレベルが上がってくれればよかったんですけど、ちょっとじゃあ戻っていきます。さあ、ではエルメス戦まで戻ってきました。まずはビットを一気、まあ、できるだけビットを早く効率的に撃破していきたいですよね。で、今回はですね、前回の反省もあって、しっかりマガジンも持っていきました。なので、格闘の効かないビットには、ライフルの攻撃を当てて、ビットを破壊していきましょう。本当にね、このビットの数多いんで、厄介なんですよね。しかも、エリア外にビットが、視認できないエリアまで行くと、それが格闘の効くビットだったのか、効かないビットだったのかっていうのが、もはや判別ができなくなるっていうのもね、結構な痛手なんですよね。ちょっとここでどうだろう。もったいないけど、一気に、この2機のビットを撃破できればしたい。いやー、効かないビットかー。もったいなかったなー。ライフルの残弾が。できればここで2機のビットを一気に撃破したいっていう考えだったんですけど、右側の残ったビットに関しては、今度はライフルが効かないビットでしたね。さて、
どれくらいあと残ってるかだな。まあ、ここまで来て、またやり直しっていうのはね、当然避けたいので、まだ大丈夫だな。そしたら一旦、このビットを破壊したい。パワーが200を切ったらもう危険水域だと思うので、そしたら確実にエネルギーパックで回復していきましょう。さて、あのビットがどっちのビットかがわかんないからな。さあ、まずは、格闘で、2しか当たらないビットだったか。ピンポイント攻撃はもうできないから、もうちょっとここは残弾を惜しんで、普通の攻撃で、あのビットを破壊できないのか。できないね。バルカン攻撃を当てないといけないのかもしれない。ちょっとここはマガジンを使っちゃいましょう。もったいないけど、しょうがないですね。今度こそ、この攻撃で2機のビットを同時に破壊する。いやー、もう1機いったのか。今度あっちのビットが効かないビットだ。よし。これで、このビット2機をダメージ取ったでしょう。よし。で、あそこにいるビットは、格闘しか入らないビットだと思うので、格闘を当てます。40×4 って一気に160削られるので、ちょっと脅威ではありますよね。さあ、これでこのビットを葬り去って、さらにイベントが進むのかな。お、エルメスをくぐり抜けたわ。ん、シャダ。さあ、これで、エルメスとシャープの戦いになる。エルメスが去っていったので、シャープの一騎打ちか。104。結構食らうな。まあ、ここからも肉弾戦で挑んでいくしかないから。ミスかい。ここに来てミスか。結構食らいそうだな。どんくらい食らうんだろう。お互いにミス。ここからは。打ち合う。お、切ったぞ。これでじゃあ、ララーが死ぬんだな。はい。というわけで、苦戦しましたが、シャーキルググを、撃破できたようですね。そしてこれは、ソーラーレイを撃ったな。はい。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。